16世紀イギリスのローチェスター動物群タンに表されたボーナコン。ボナコンはアジアの砂漠や低木地に住み、灼熱しているかのような悪臭を放つ糞を撒き散らして身を守るという牛様の伝説上の動物である。ボナチュス、ボナススとも呼ばれる。古代ローマの博物学者ガイウスプリニウスセクンデュスが表した博物史と、 それを受けて11世紀から12世紀にかけて編まれた動物グイダンの一つ、アバディン動物グイダンなどに記述が見られる。プリニュースは、ボナコンをバエオニアに生息する野生動物、ボナススとして紹介している。体付きの全容は、縦髪を持つ、お牛のようであるという。他にも、内側に向けて、螺旋状に参った角と、馬のを備えており、動物ではその角と、 縦紙は緑色であったと記されている。実に、この怪物が持つ武器は、角ではなく踏んであったと、語り手は言う。追いかけられると身を守るために大量に脱粉し、その量は、周囲サンハロンまたはサンユゲラモの広範な土地を埋め尽くしてしまう。その悪臭は凄まじく、触れるものの、ことごとくを焼き焦がし、木も草む人も、死を免れ得ない。ボナコンは、 オリエントのシリアにて巨大な怪物レビアタンと交わり、これも灼熱の風を撒き散らす怪物であるタラスクを生み出したとされる。タラスクは南フランスのローノ川付近の森に生息し、食人を常とする子息で背に甲羅を背負う異形の怪物であったといい、イニシエより人々を苦しめてきたこの怪物を聖女マルタが退治したという町をタラスコンと呼び伝えている。 町は今日実在するとしトラスコンのことである。ボニコンの異名、ボナススはヨーロッパバイソンの種商名にもなっている。ありがとうございます。